皆さんこんにちは。この試合実況は私西岡、解説には福西崇史さんをお迎えしてこの熱い一戦をお伝えしていきます。よろしくお願いします。いい試合を期待してます。そうですね、よろしくお願いします。今日は川崎フロンターレ対ガンバ大阪のカードです。このチームはとにかくピッチ全体で相手にプレスをかけて敵に落ち着いてパスを出させないプレーが好みですね。今日のラインナップからしていつも通りの戦法を期待できますか？そうですね、プレッシャーをかけられたチームは攻守のバランスが崩れミスが目立つようになりますからね。今日も強い圧力をかけてくるでしょう。サイドのアデビューソンに渡った。うまくつないでいましたがここでボールを失いました。大島亮太、上里恭平、中村健吾、チャンスを狙っています。ボールを失いました。渡辺一馬、意表をつきましたが取られてしまいました。ここは今野がうまく読んだ。カウンターを狙います。上がっていけるか。カウンターのチャンスが続く。カウンターのチャンスでしたがここはボールロスト。小林優、中村健吾、阿部裕之、中村健吾へ突破を許しません。アデミウソン、このミスは痛い。相手にパスを出しました。絶妙なパスが出ました。ディフェンスラインの裏を狙いましたがここは出し手との呼吸が合いません。アデミューソン、渡辺一馬、倉田修、アデミューソンへ、中にクロスが入った。ひとまず前に出しました。アデミューソン、先制ゴールなるかと思われましたが入りません。リードして試合を楽に進めたいですよね。こういうミスは後で響くかもしれません。藤原弘樹、大島亮太、小林、東口正明、倉田修、今野康幸、いい形でゴール前まで持ってきました。ここからどうする。打ってきましたが大きく外れてしまっています。シュートが外れた。チャンスを逃しました。惜しいですね。サイドからのクロスはチャンスになりそうです。いいカットです。ボールを奪いました。
大島亮太、中村健吾、素晴らしいボールです。ここで折り返したい。ちょっと消極的なパス回しです。いいボールでしたがここはクリア。ゲームを作るパス、またまた通ります。小林優、中村健吾、いいボールを入れてきましたがここはクリア。前半終了で0対0、試合は動かないまま後半戦へと向かいます。この選手ですが、前半はまずまずのパフォーマンスだったでしょうか。見せ場らしい見せ場はありませんでした。おとなしすぎですよ。後半はもう少しアグレッシブにいかないと、相手ディフェンスに楽をさせてしまいます。中にクロスが入った。ひとまず前に出しました。アデミンソン、先制ゴールなるかと。後半が始まります。前半よりも面白い展開になることを期待したいですね。その通りですね。両チームともに積極性を感じませんでした。後半は試合が動くことに期待したいですね。大島亮太、上里恭平、ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。渡辺和真、遠藤康人、アデミウソン、ボールをサイドへ展開します。いいクロスが中に入った。流し込めば決まる距離でしたが、一体どうしたんでしょうか。判断は良かったと思いますが、ひどいシュートミスになってしまいましたね。下田北斗、大島亮太、家永昭弘、中村健吾、小林優が決めた。もう一度見てみましょう。キーパーはボールに触っていますね。これは悔しい。この角度からも見ましょう。先制点は後半に生まれました。アデミウソン、
ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。キーパーが処理しました。家永明宏、スペースへのボール、キャッチ、オフサイドです。決定的でした。選手が交代します。ひときわ大きな歓声を受けていますね。ゲームの中心になっていましたからね。サポーターの気持ちも分かります。ファンウィジョ、オジェソク、大島が読んでいました。大島亮太、ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。今野康幸、オジェソク、中央へのボールはクリアされました。今野康幸、ガンバ大阪の攻撃です。家永明宏、攻撃に移りたい。ここはキーパーが判断よく前に出ました。圧力をかけられます。自分の声すら聞こえない大声援、観客もこのプレーが試合の行方を左右することを感じ取っているようですね。そうですね、みんなゴールへの期待が大きいですね。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。サイドから勝負に行くか。川崎がコーナーキックを獲得。ここで一人交代です。体力的な交代でしょうか。ボールを入れました。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。これはどうなりますか。危ないボールでした。ギリギリのところでカット。阿部裕之、ここはよくスペースが見えていました。今野康幸、ここでホイッスル。川崎フロンターレが見事な勝利を挙げました。福西さん、やはり最終的には力の差だったり勢いの差が出てしまったという結果になりましたね。そうですね、そんなに大きな差はないんですが、それが勝敗を分ける原因になっていましたね。今日の試合、この選手の光るプレーが数多くありました。目立っていた選手の一人です。見事な働きでした。特に勝ち越しゴールは素晴らしかったですよ。本人も満足なんじゃないですか。